それで。どうですか。それで。今日もよろしくお願いしますね。はい、今日は頼みますよ。はい。しっかり。ここはよう釣れるんですか。ここはあんまり期待できんけど。まあ、ダイヤさん4キロ釣ってるということで。あ、ねえ。ねえ。まあ今日はちょっと楽しみに。ちょっとね、はい、してきましたんでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、わー、でっかいなぁ。えら、早いな、ほんまやな、うん、すごい。これでイカが乗ってくれたらええねんけど。それイカやわ。イカや。あ、イカやわ。あ、それイカや。イカや。あ、来た来た。来たよ、ほら。ちょっと竿先を見てみましょう。これ暗くて見えるかな、皆さんに。まだちょっと。伝えれるかな。ボケた感はないけど。あ、ほんまやね、イカやね。イカですね。ほんまやね。クオンってなってるやん。ちっちゃいな。これで寄せれるかどうか。あが。どれぐらいのとこにあんの？もうどれぐらい糸出てんの？わからへん。結構出てるかもしれん。ちょっとだけ竿立ててみな。まあすぐ。あの、引っ張ったらあかんで、ね。抵抗したらすぐ離してや。まあでも持ってるのは間違いないわ。ああ、そっち右に行ってんのか。ああ、ほんならまだちょっと出てるかな。このサイズやったら。アジはどんな大きかった？ちっちゃい、ね。ちっちゃい？うん、抵抗せへんかったらずっと巻いていきよ。出てきましたよ。うん、あんまりあの頭の電気消しといた方がいいで。あ、ほんま。逃げるから、電気で。おそらく見えへんよな。うん、だからもうその竿先のあのケミライトでと手の感覚でいくね。あんまりライト照らしたらポッて離しよんね。かな、うん、それはちょっと分からへん。どれぐらい投げてどんな角度でって。竿先照らしてみな。あ、まあまあもうその辺ちゃうなあ。うん、もうやや入れていけんじゃん。いいか、うん、もう障害物がなさそうやったら。あんまり右に行ってたらその手前の石ころに当たったらあかんからさ。これ行こうか。あ、それでええんちゃう。アジ小さやろ。大きいでこれ。うん、ええよ、その手前のかかるからいけるよ。じゃあいきますね。はい、頑張りましょう。さあ、果たしてミスター X プロ今から野猿投入です。さあ、アオリイカどうでしょう。アオリイカ、アオリイカ取れますか。どうですか。ちっちゃいでこれ。ああ、そう、それあんま手前のとこ引っかかったらあかんで。野猿入れるとき難しいで。その手前に火を引っかかんねん、野猿が。そうやろ。だからピーンって張った状態にせんと。うん、糸でピーンって張れたらもっとこっちの方からだわ、自然とさ。とか逆にもっと先端に行くとか。ああ、なるほどね。うん、その右に行ってやったらもっと先端に行かな。その手前のとこに矢を、あの野猿引っかかんのよ。真下におる？手前引っかかってない？糸。
真下。軽いやええやんと。ほう。もうだいぶ寄りすぎてるわ。ああそう。今もう手前やだいぶ。軽いやええんと。購入します。はい、待ってください。その手前にかからないせなあかんね、ほんま手前に。うん、糸たぐった時にそのほんま手前にかかんねんよ。まあやや落ちていけへんからさ。確かに。うん、だからもっともっと前に出てた方がええで、キワキワまでで、糸もっとピーンって張った方がええで。その手前の石に引っかかってない？いける？やや落ちる？そうやろ、もっと先端行った方がいいんじゃん。そこ手前出っ張ってるからさ、ほんまに。はい。さあ、野縁を入れました。さあ、野縁入りました。さあさあ、どうなることやら。うん、話してる？いや、わからん、それはわからん。まだついてるやろ。かかってんじゃん、もう。うん、そんだけ竿曲がってんねん、もう。いや、わからん、まあ。何、どれくらいかな。結構、どうな、どれぐらいな、距離的に。いや、全然想像つかんけど。何円かかったら、ジェット噴射やろ。ああ、ジェット噴射するよ。
かかってる。あ、ついてるついてる。お、ちっちゃい。オッケーオッケーオッケー。よいしょよいしょ。はい、取れました。はい、イカちゃんです。はい、イカちゃんゲット。はい、イカちゃんゲットしました。やりました。やりました。やりました。ちっちゃい、200g です。200ないでしょ。コロッケです。100、150ですね。よう取れた。お前さん、とりあえず坊主の方がね。はい、おめでとうございます。お、来ましたね。お、ドラグ鳴ってます。お、これはイカですね。あ、来ました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 。あー、よう走ってますね。あー、いいですね。あー、いいですねいいですね。はい、さあそろそろちょっと様子見ましょうか。あー、来てますね。あー、見えてます。おー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 あんまり起きないですね。おお、おお。八重のサイズは何を使いますか。いや、もう M ですね。まあ、アジがちっちゃかったんでね。これでちょっとね、だいぶ寄せていきたいと思います。あっちに行く方がいいですよね。はい、そうですね。野猿投入です。お、さすが。
おお、はい、あ、でかい、はい、おお、でかいでかい、はい、さすがさすがダイアンさん、あれぐらい立てんねん。なるほど、ぐーって立てて、もうほんま下についたついたと思って、そうそう、まあ、十分十分、はい、400-500 ぐらいあんじゃん。あるある、うん、500ぐらいあんじゃんかな。やりましたね。400-300かな、うん、ほら、江戸かかってるだろ、3つとも。さすが、そうそう、口元と胴体と、さすがプロフェッショナル。はい、やりましょうはいそれではダイアン先生のイカの持って帰り方を、ね、これは横の島なんでオスですね。そうですね、これオスですね。そうですね、はい、でこれを反対向けます、はい、反対向けますね、はい、んな口がありますね。 ありますね、はい、でこのここをもみをハサミで切りますね、ざっくりとちょっと切ります。こうね、ちょっと嫌がるんですけどねそりゃ嫌がるわ、ね、切っちゃいますね、ちょうどロートの上をハサミでちょん切って、ね、はい、ほんならこれが墨袋です。はい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 、ね、ほんなら今度手術用のこれを出します。オペですね、オペですね、ね、ほんならこれを墨袋、墨ね、持って帰ったらみんな真っ黒になるでしょ。そうですね、ほんならこれが墨の入り口です。なるほどね、でこれを100円のこのクリップで止めますこれでもう墨だらけにはならないです。持って帰っても墨は開かない。なるほど、次回からクリップ買って帰ります。はい、でこれを裏向けてここで最後ごめんなさいって言って締めます。おー、ね、なんとなく白くなったような、はい、なんとなくね、ちょっと最初から締まってましたけどねねあ、これで締まりましたね。締まりましたね、はい、これでごめんなさいねって言って、すいませんって言って、はい、これで手術終わりです。これで持って帰ってもたら墨吐かないですから。さすが、はい、はい、ダイアン先生の、はい、煽りが持って帰り方でした。